宮下総平は、日本の政治家、大倉官僚。厚生大臣、環境庁長官、防衛庁長官、衆議院議員等を歴任した。長男は、衆議院議員の宮下一郎。長野県上稲郡稲里村の農家に生まれる。稲中学校から、陸軍幼年学校を経て、陸軍士官学校に進むが、第二次世界大戦敗戦により、旧制松本高等学校に入学。 1953年に東京大学法学部を卒業し、大倉省に入省する。入省同期に、吉野義彦、津島祐治、水野茂、大場千満、宮本康太からがいる。大倉省では、主計局総務課を皮切りに、名古屋国税局長笹笹つぶ国税調査官、調子税務所長、堀主計内閣官房長官秘書官、主計局主計官、主計局主計官、 主計局主計官、主計局総務課長、東京税官庁、財務研修所長を歴任。1978年6月17日に大臣官房審議官。1979年2月に退官。同年、第35回衆議院議員総選挙に、旧長野県第3区から無所属で出馬。苦戦が予想されたものの、下馬票を覆して、約6万票を獲得し、 初当選を果たした。以後8期連続当選。初当選後、自由民主党の追加公認を受け、大倉省出身の福田武雄が率いる清井会に入会。早くから政策通で知られ、自民党では当選3回で政務次官当選4回で部会長を務めるのが慣例であったが、宮下は当選3回で国防部会長、財政部会長を務め、 政務時間を経験しないまま、後には閣僚を務めている。1989年に、三塚博士政務調査会長の下で、政調副会長に就任し、三塚政調会長の下での仕事ぶりが評価されて、1991年に宮沢内閣で防衛庁長官に任命された。防衛庁長官在任中は、PKO 協力法の成立に尽力する。 1994年、村山内閣の桜井新環境庁長,長官が、第二次世界大戦における日本による侵略を否定する趣旨の発言を行い辞任に追い込まれたため、公認の環境庁長,長官に任命された。1996年の第41回衆議院議員総選挙では、小選挙区比例代表並立制の導入に伴い、新設された長野県第5区から出馬。 新進党公認で出馬した、元科学技術庁長,長官の中島守を破り、7戦0九1998年、小渕内閣で、厚生大臣に任命され、小渕第一次改造内閣まで務める。1998年、同年の自由民主党総裁選挙に橋を発した、三塚派内の森吉郎と自身の当選動機である、亀井静香の対立においては森を支持氏、 森の強い推挙による三塚派事務総長に就任。カメラは森の発言力の増大に反発し、同年9月に三塚派を離脱した。2003年の第43回衆議院議員総選挙には出馬せず、政界を引退。地盤は長男の宮下一郎が引き継いだ。引退後は公益財団法人千鳥が淵戦没者望遠、法師会の会長を務めていた。 2013年10月7日、東京都内の病院で死去、85歳没、同年、肖像医を遺贈された。60年安保のゼミ生、丸山鹿込み36年活発に歩んだ。60年の、海朝日新聞1996年8月29日長官、現在の聖和政策研究会の旧称である、清和会の名は、福田の首相退陣後に付けられたものである。 千鳥ヶ淵戦没者望遠奉仕会役員、評議員、顧問、相談役行政、政治、宮下総平氏が、死去ベ米トンネル開通に尽力長野日報2013年10月10日。ありがとうございます。